各武双は中国東大の管理。白隙の絵の戦い後に日東間慶州副交渉のため三道和国を訪問している。各武双の辞席はすべて日本初期全林国宝記に引用された海外国旗に記述されたもののみであり、大陸側の資料には一切現れていない。最初の訪日は664年、九だらの沈照、劉神岸により、 朝三大府の各無装らが派遣され、評判こと剣物を立てつったというものである。それから五ヶ月後の同年十月に各無装らを送り出す直が発令され、同じ日に中富の鎌足りが僧侶の知章を派遣して、ものを各無装に与えている。その三日後、知章は各無装らに共応されており、十二月に帰国の都についている。 日本書紀に描かれた記述は以上のようになるが、海外国記では664年の4月に各武装ら30人、九太良の助隊羅である、ねじめ軍ら100人余りが津島に到着し、和国側からは大三中のうねめ通、僧侶の地弁らが使わされたとある。9月に津森吉祥、伊吉広典、地弁らが畜死太宰の言葉として、客人たちの持ってきた書状を見ると、 天使からの使いではなく、くだらの沈賞の獅士であることが分かったので、朝廷には創上しなかったとあり、施設団は入教を許されなかった。なお、各武装はこの時、龍神岩からの長所を携えていたことも記されている。また、彼の役職は上柱国とも記されている。翌665年、龍徳公らが和国に派遣された際にも、 各武装とねじめ軍は同行し、この時の一行は合計254人からなる大使節団であり、7月28日に津島に到着し、9月20日に筑紫に入り、22日に表箱を侵入している。また、654年の生吉宏の利垣によると、鎌谷の息子の上絵がこの時の船で、遠より帰国した、ともある。この時は、 入教を許されている。その後、六百六十九年、各武装らが二千0 0人余りを率いて来朝した、と、初期に記されているが、これは、皇室する、天智天皇十年記事の重複であるようである。六百六十八年八月、劉神丸は、太閣屈舎における失策を建築され、幼州へ配るされたが、六百七十一年には、その使いとして、リマモルシンが、 和国に派遣されている。リマモルマは7月に、クダラの詩人と共に帰国するが、その4ヶ月後の11月2日に、当国の県士、各武装ら600人、創始者宅村頭ら1400人を乗せた、船47隻の大船団が、七島に現れ、津島国士は、多財富に急変を伝えている。やがて畜死にき中流して、軍病と思われる2000人での中流状態になり、 深刻な問題となった。この戦乱の中には、道久、畜子冊よるアサラ白月の絵の戦いで捕虜になったと思われる和人も含まれており、直木孝二郎の説によると、この施設派遣の性格は、捕虜の交換とともに、党への軍事的な支援を要請するものだったと想定され、あるいは、戦乱の続く旧、くだら領内の避難民を和国へ護送するものだったとも言われている。 しばらくして12月3日、天智天皇が崩御し、その知らせは、翌年、安住の稲敷を通じて、各武装らに伝達された。各武装は哀悼の意を表し、喪服を着て、東に向かって拝んだ。その上で、当の皇帝の国書の書箱と神仏信重した。しかし交渉は、もつれたのか、その後も中流し続けた。交渉の末に、当氏らに、 大量の甲冑弓矢と、アシギヌ1673匹、布2852単、綿666金の贈り物をすることで5月30日、帰国させた。その後、日本書紀によると、692年に、各武装が天智天皇のために作った、阿弥陀像を植えそうせよ、という天皇の御事のりが出されている。ありがとうございます。